皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は文字の並べ替え脳トレです。2つの単語の文字がバラバラに並んでいますので、並べ替えて正しく完成させてください。全部で8問あります。制限時間は40秒です。単語はそれぞれ4文字で2つ完成しますよ。文字は残ることなくすべて使ってくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。まずそれぞれの頭文字はおといです。左は次におかみ、そして右はのししとなり、狼とイノシシが正解でした。わかりましたか？このように文字を並べ替えて2つの単語を作ってくださいね。それでは次に行きましょう。2問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。まず頭文字はコとムです。左は次にウモリ、そして右はササビでした。正解はコウモリとムササビでした。わかりましたか？コウモリとムササビには飛膜と呼ばれる風の力や上昇気流などによって空を飛ぶために使う皮膚のひだがありますよ。コウモリの飛膜は伸縮性があり羽ばたかせることができるので、飛距離がムササビと比べてもとても長いそうですよ。3問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。まず頭文字はしとこです。左は次によう、ゆ、そして右はくとうでした。正解は
醤油と黒糖でした。うまく並べ替えることができましたか？醤油は油ではないのになぜ油とつくのかをご存知ですか？ここで言う油はとろりとした液体、粘りのある液体という意味で使われているそうですよ。4問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。まず頭文字はしとこです。左は次にろにそ、そして右はしようとなり、正解は白味噌と胡椒でしたよ。白味噌は大豆処理の際に煮るのに対して、赤味噌は蒸し上げて製造します。高圧で蒸すと大豆は赤褐色になり栄養分が逃げないという利点があるそうですよ。5問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。まず頭文字はひとえです。左は次にこうき、そして右はすえるとなり、正解は飛行機と SL でした。当てることはできたでしょうか？それでは次に行きましょう。6問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。今回の頭文字はたとごでしたよ。左は次にくし、横棒、そして右はんどらとなり、正解はタクシーとゴンドラでした。カタカナになりましたが、時間内に分かりましたか？ゴンドラといえばロープウェイのようなものを想像しますが、イタリアのベネチアの運河ではゴンドラという平底の船が走っているそうですよ。7問目です。単語を2つ作ってください。
答え合わせです。今回の頭文字はパとエです。左は次にソ、コ、ン、そして右はア、コ、ンでした。正解はパソコンとエアコンでしたよ。またまたカタカナになりましたが、正解することができたでしょうか。最後の問題になります。単語を2つ作ってください。答え合わせです。今回の頭文字はラとミでしたよ。左は次にジ、カ、セ、そして右はキ、サ、横棒となり、正解はラジカセとミキサーでしたね。いかがでしたか？ラジカセを使うことはめったになくなってしまいましたが、カセットテープに音声を録音したりして楽しんでいたのを思い出しました。今回は全問正解できましたか？それでは最後におまけ問題を出題します。20秒の制限時間内に単語を完成させてください。それではスタートです。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前地の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画で使用した文字の並べ替えノートレは地の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、ぜひご活用くださいね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。